皆さんこんばんは、タコチャンズのタコスケです。本日は Amazon の AI スピーカーエコードット第3世代とスイッチボットを購入して2ヶ月ほど使用してみたので、良かったところ悪かったところを紹介したいと思います。はい、まずこちら何のために購入したかなんですが、タコチャンズの自宅はとても狭いので LED 照明のスイッチが冷凍庫の裏になってしまっていまして、このようにとても押しにくい状況になっています。このようなリモコンもあるにはあるんですが、窓辺の影響で部屋の中心から操作しないと反応しないという状況になっています。この状況を改善するためにこちらのエコードットを導入してみました。こちらのエコードットなんですが、単体では Wi-Fi に対応していない機器の操作ができません。うちの LED 照明は赤外線のリモコンにしか対応していないので、こちらのスイッチボット、白い方を合わせて購入いたしました。このスイッチボットなんですが、複数の赤外線リモコンを記憶して操作する機能を持っています。エコードットとスイッチボットを組み合わせることで、家電のほとんどを声で操作できるようになります。では早速使用してみて良かったところなんですが、声で LED 照明やエアコン操作できるっていうのは思っていた以上に便利でした。特定のコメント時に行う動作を複数登録することができるので、例えばアレクサ行ってきますといった際の動作として LED 照明を切る、エアコンを切るといった内容を登録しておけば、アレクサ行ってきますの一言で外出の準備ができ、家電の消し忘れも起こりません。エコードットを購入する前はそんなに必要ないかなと思っていましたが、一度導入すると完全にリピーターになります。ほんの少しの手間が改善されるだけではあるんですが、 LED 照明やエアコンのオンオフなどは毎日行う作業なので、この少しの改善がとっても大きな満足につながっていきます。あとタコちゃんズの家ではリモコンがよく行方不明になるので、あのリモコンどこに行ったと探す手間がなくなったのも良かった点です。次に悪かったところですが、レスポンスと音声認識に問題があると感じています。これはエコードットの問題なのか、スイッチボットの問題なのか、それともこの2つの組み合わせで生じる問題なのかは分かりませんが、使っていてとても不満を感じているところです。まずレスポンスですが、ちょっとこちらをご覧ください。アレクサ、電気を消して。アレクサ、電気つけて。このように指示を出してから反応するまでに結構なタイムラグがあります。次に音声認識ですが、スピーカーとの距離も関係しているとは思いますが、声を認識してくれないことが多々あります。特にテレビとか他の音が鳴っているときはことさら弱いように感じます。先ほどのレスポンスの遅さと音声認識の悪さの2つが組み合わさると、使用者としては反応を待てばよいのか、もう一度言わなければいけないのかが分からず、結構なストレスになります。ここさえ改善してくれればもっと便利に快適になると思います。もしこうすれば良くなるよといったことがありましたら、コメント欄に記載していただけると嬉しいです。というわけで、本日は Amazon の AI スピーカーエコードット第3世代とスイッチボットの紹介でした。この動画がいいなと思った方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。ありがとうございました。